イスラム国家を見ていこう。おはようございます。今回は、セルジューク朝のお話の続きを見ていくぜ。圧倒的パワー、セルジューク朝。前々回は建国した時のプグリル、ベク。前回は、2代目スルタンのアルプ、アルスラーンの治世を見ていったな。マンジケルとの戦いね。そう、マンジケルとの戦いだ。私の目標の一つは、このシリーズを見ている人に、マンジケルとの戦い、というワードを練りつけることだぜ。1071年、マンジケルとの戦い。1071年、マンジケルとの戦い。って、どれだけこのマンジケルとの戦いが好きなのよ。このマンジケルとの戦いは、終わりの始まり、って言われているんだぜ。かっこいいだろう。確かに。というわけで、アルプ、アルスラーンの治世の大きなイベントとして、1071年のマンジケルとの戦いがあったな。これは東ローマ帝国との戦いになるが、この戦いをきっかけに東ローマ帝国はアナトリアの領土を失っていく。ウマイヤ朝の時代からアナトリアは何度も侵略されてはいたが、必ず取り返すことには成功していた。しかし、マンジケルとの戦いが終わってからは完全に失ってしまった。こういった流れがあるので、マンジケルとの戦いっていうのは大きなイベントとして取り上げられるのだな。なるほどね、マンジケルとの戦いがきっかけになったのね。そう、東ローマ帝国からしてみれば大きなイベントになってしまったのだな。ロマノス四世のやらかしね。まあ、負けてしまったものは仕方ない。それに、復興した後はアナトリアがあまり大事にされなかったのも大きいし。謎ね。というわけで、今回はアルプ、アルスラーンが亡くなった1072年からスタートだぜ。はーい。1072年、アルプ、アルスラーンが亡くなると、息子のマリク、シャアが三代目スルタンになった。マリクってかっこいい名前ね。このマリク、シャアがスルタンになった時、彼は17歳であった。あら、若いわね。そう、なので最初のニザームは心配していたのだな。ニザームって、前回出てきた内政と外政の両頭使いよね。そう、アルプ、アルスラーンが亡くなった後はマリク、シャアに仕えることになる。17歳のマリク、シャアでは、支持基盤が弱い。例によって、スルタンを狙う親族がいたため、これが厄介であった。今度は誰よ？アルプ、アルスラーンの兄、カーブルトだ。カーブルトは、セルジューク朝の中でもケルマーンの地域を支配していた人で、スルタンの座を狙っていた。その機会が、スルタンである弟が亡くなった瞬間ってことね。そういうことだな。経験のある自分より、若くて経験の少ないマリク、シャアがスルタンになってしまったことに不満だったそう。こういった状態なので、ニザームはマリク、シャアの支持基盤を作るためにトルコ兵以外のマムルークたちに頼った。経験あるカーブルトの方が、トルコ兵に好かれていたってことね。まあ、支持者は多かったそうだ。カーブルトは、アルプ、アルスラーンの兄であり経験ある自分こそスルタンになる権利があると主張。それに対し、マリク、シャアは、スルタンに息子がいれば、兄弟が継承することはない、みたいに返事をした。この返事に対し、カーブルトは激おこぷんぷん丸。ついに、マリク、シャアはカーブルトに戦いを挑まれた。また内戦ね。両者はハマダーンで戦ったそうだが、結果的にはマリク、シャアが勝利。サーセン、許してください、となったカーブルトだが、最初ニザームは許さなかった。ということで、カーブルトは最初ニザームの命令によって処刑された。マリク、シャアがスルタンをいじめ。マリク、シャアの治世では外政が主に進んでいった。東側ではガズナ朝やカラハン朝に勝利していき、西側ではシリア、アナトリアへの侵攻を成功させていった。ということで、ブワイフ朝の時代からカリフを続けていたカーイムが1075年に死亡。え、ここで突然のカリフ。しばらく忘れていたし、カーイムが44年間カリフだったから変わっていなくてな。結構長いことカリフやっていたのね。1075年、アッパース朝27代目カリフ、ムクタディが誕生。ちなみに、マリク、シャアはスルタンだけでなく、カリフにもなれる子供を作ろうとしていたそうだ。それで娘とムクタディを結婚させようとしていたそうだが、これは実現しなかった。乗っ取り計画ね。
という感じでマリク、シャアの治世では領土が広がっていったな。だいぶ大きくなったわねー。ああ、特にマンジケルとの戦い以降、アナトリアにはトルコ民族が大量に入っていった。アナトリアに消極的だったアルプ、アルスラーンとは違い、マリク、シャアはアナトリアへの侵攻を進めていったぜ。広げたがりねー。まあ、おかげで広くはなったけれど、ここで恒例行事だな。え、恒例行事なんてあったっけ？イスラームで散々起きていたことがあっただろう。散々起きていたこと？領土が広くなりすぎたらどうなっていく？広くなったら、あ、分裂というか独立王朝ができていたわね。そう、アナトリアでは独立王朝ができる。その代表がルーム、セルジューク朝だな。ああ、何回か出てきていたルーム、セルジューク朝ちゃんね。アルプ、アルスラーンによって恩赦をもらったスレイマンだが、マリク、シャアから命じられてアナトリア侵攻を担当していたのだな。そしてアナトリア征服を成功させると、早速独立を宣言してルーム、セルジューク朝の開始だ。マリク、シャアの治世ですでに。それ以外にもダニシュメント朝っていう王朝もアナトリアでできている。一応、東ローマ帝国のお話でも少しだけ登場しているぜ。いやー、さすがに覚えていないわよ。でも、早速アナトリアでは分裂しているってことね。マリク、シャアは親族に各地の統治を委託していき、いくつかの王朝ができている。ルーム、セルジューク朝もそうだが、他にもケルマーン、シリアもそうだな。この時点ではマリク、シャアが中心なのでセルジューク朝の一員だがな。この時のセルジューク朝は、ルームやケルマーン、シリアのセルジューク朝配下もまとめて、大セルジューク朝、なんて呼ばれている。大セルジューク朝、かっこいい。ということで、マリク、シャアの時代には中央集権化が進みつつ、巨大な領土を獲得することができた。これは最盛期かしらね。そうだな、大セルジューク朝の最盛期はマリク、シャアの時代だ。ってことは、お察しの通り、1092年、宰相ニザームが暗殺された。何？マリク、シャアの治世では、シーア派の一派、イスマイル派が弾圧されていた。なので、特に内政に関わったニザームには敵がたくさんいたようだ。ってことは、イスマイル派によって暗殺されたのね。そう言われているな。まあ、それだけじゃなくて後継者問題も絡んでいたと言われている。後継者問題？ニザームは、マリク、シャアの長男、バルキアールクを後継者として推していたが、それに対抗する人がいた。それがマリク、シャアの妻の一人、テルケン、ハプンだ。妻の一人ってことは、複数人の妻がいたってことね。そう、ニザームが推していた長男は別の妻の子なのだな。自分の子を次のスルタンにしたかったってことね。そういうことだな。パッとショーアグリッピナが出てきたのは私だけだろうか。権力欲女性が時々出てくるわね。ということで、テルケン、ハプンはニザームの排除を考えたそうだ。そして、実際にニザームを暗殺したイスマイル派の人たちっていうのが、テルケン、ハプンに扇動されていたっていう話もある。もっと言うと、その時期はマリク、シャアとニザームの仲が悪くなっていったので、マリク、シャアも関わっているという話もある。もうこれは何とでも言えちゃうわね。とりあえず、当時敵は結構いたってことだろうな。でも優秀な宰相が亡くなったのは痛いわね。ニザームが暗殺されてから1ヶ月後、マリク、シャアも亡くなった。え、連続で？一応病死したことになっているが、ニザーム暗殺に関わったと疑われていることから、ニザームの支持者によって毒殺されたとも言われている。まあ、何にせよスルタンであるマリク、シャアが亡くなった。全盛期が終わったわね。外政を多く行って大セルジューク朝を築き上げたマリク、シャアだが、彼は科学、文学、芸術にも関心を持っていたそうだ。首都となる場所がライからイスファハーンに移り、イスファハーンに新しいモスクを作ることにも力を入れていた。最初であったニザームも、ニザーミーヤ学院というマドラサ、学院、を作っていき、教育の場所を設けていった。外政だけ成功した、内政だけ成功したっていうパターンはよくあるが、マリク、シャアの治世ではどちらとも伸びていった。間違いなく全盛期ね。ああ、だがここからは落ちていくだけ。という悲しさね。
というわけで、今回はセルジューク朝前世紀のマリク、シャー治世だったぜ。領土を見てもすごい成長ね。ああ、ウマイヤ朝やアッバース朝でも抑えられなかったアナトリアをついに確保し続けたのはすごいな。何度もアナトリア進出に成功してはいたけれど、ずっと抑えることはできていなかったものね。そう、やはりマンジケルとの戦いが決め手なのだな。あなた、本当マンジケルとの戦い言いすぎよ。お前、マンジケルとの戦いを舐めるなよ。舐めてなんかないわよ。よかったらチャンネル登録よろしくだぜ。はーい、まったねー。